コンラッド・デ・ラ・フエンテは、アメリカ合衆国、フロリダ州マイアミ出身のサッカー選手、リーグアンオリンピックマルセイユ所属。ポジションは FW。ハイチ出身の両親のもとに、アメリカのマイアミで生まれる。10歳の時に、ハイチ人の父親のスペイン・バルセロナの、ハイチ領事館への転勤に伴い、家族と共に、スペインに移住、バルセロナにある。 CF ダムのカンテラを経て2013年に FC バルセロナの育成組織ラマシアに入所2018年に参加の FC バルセロナ B に昇格12月1日のバレンシア CF メスタージャ戦でプロデビュー試合終了間際に起用されロナルド・アラウホの同点ゴールを演出したさらに2020年2月2日の AE プラート戦では 後半途中から出場していた安倍博士葵が負傷し、同35分に交代出場。追加タイムに決勝ゴールを決めるなど、またしても勝負強さを披露。6月29日にバルサと2022年までの契約を締結。2020から21シーズンは当初は B チームでプレーしていたものの、11月にアンスファティが負傷したこともあり。 監督ロナルド・クーマンは、デラ・フエンテラ若手にチャンスを与えることを明言。トップチームのメンバーにも招集され、同月24日の UEFA チャンピオンズリーグの FC ディナムキエフ戦で、後半途中から起用されトップチームデビュー。試合も4から0で勝利した。2021年6月29日、オリンピックマルセイユと4年契約を締結したことが、発表された。 ハイチ代表、アメリカ代表、スペイン代表と3つの国籍を持っていたが、ユース世代よりアメリカ代表を選択。2019年にポーランドで開催された 2019FIFAU-20 ワールドカップに U-20 のアメリカ代表として出場。準々決勝進出に貢献し、注目を集める。2020年11月にはフル代表に初招集。 12日のウェールズ戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。